はい、こちらのひな壇のひな様はかつて、個人的に所有されていたものをリサイクルしたものです。ひな祭りには結構誤解が多いと思われます。例えばここにおひな様ありますね。お代理様とおひな様、こんな言葉はおかしいです。お代理様におひな様という言い方はおかしいです。これは皇室の結婚式を模したものです。したがって尾びな、目びな、もしくは男びな、女びなというのは正しいです。そして三人勘定に五人囃子。よくここ右大臣左大臣と間違える方多いですが、どちらも右大臣や左大臣ではありません。彼ら二人は今に例えたら SP に当たる人たちです。したがって彼ら二人は右大臣でも左大臣でもありません。ご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録もお願いいたします。フォーサイスルーでした。謝れフォーサイス。 Thank you。